演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツの第3週目とリスナー本田さんと辻に巻き戻すよろいつこしっこしコラボのドーナツ第2弾を食べたいと思います。あー、今回も美味しそうですね。今回はなんかサクサクがテーマみたいですね。もっとサクサクといえばこちらのパイがそうですね。で、このパイ昔発売されたんですがリニューアルで、これ2つミートパイとグラタンパイは動画でしょ、この投稿始める前に食べたことあるんですが、今回改めて食べてみたいと思います。それでは、ちらチャンネル登録よろしくお願いします。このこちらのパイからいただきます。サクッといただけますね。懐かしい再会。でも中の具材は相変わらず、いや以前以上に美味しくなってるな。ミートパイとマカロニグラタンパイはちょっと温めてもらいましたので、表面がサクッサクッとしたいい音を出していましたね。そして中身入っているミートソースの旨味に濃縮された甘酸っぱさ、マカロニグラタンのホワイトソースの濃厚さが口の中にふわっと広がっていて、とっても美味しかったです。もっと大きなサイズで食べたくなるようなパイでしたね。そしてブルーベリーチーズパイもそのからとはまた違ったチーズクリームの酸味が口の中に広がっていってよかったんですが、ちょっとブルーベリーが弱いかなという気もしましたね。ちょっとブルーベリーを感じたかった気もしますので、マカロニグラタンとミートソースパイはこちらの点数、チーズパイ、ラズベリーチーズパイはこちらの点数の点数、あ、ブルーベリーですね。さて、いよいよ今回の本命っていうと失礼ですね。こちらのコラボドーナツ、まずはこのポンデパイ、ポンデクリームの下にパイ生地が入ってるんですね。これどういう風に食べることを想像してるんだろう。中は抹茶クリームと、さっき見たチョコレートクリームがありますね。では抹茶の方からいただきます。ポンデリングと他の食感が合わさるとこんな風になるんだ。抹茶クリームもチョコクリームも濃厚で生地とよく合うな。どちらのと、どちらもポンデリングのもあのもっちりとした食感の生地と下のサクッとしたパイ、それらが同時に味わえて、なんとも言えない食感の楽しさがありましたね。で、その上で中のホテルクリームもしっかりその味が濃厚で感じられて、そちらもまた良かったです。クリーム本当にすごいですね。どちらも本当に美味しかった。また新作も食べてみたいなと思いましたので、ついてどちらもこちらの点数をさせていただきます。そして、あとはこちらのクリスプ、なんかチョコレートのタイプと抹茶のタイプとがあるんですよね。ではこのチョコレートのタイプかな、うわ、ちょっと上にも乗ってるのかな、これ、では食べてみたいと思います。いただきます。最後までサクッと味わえたな。これでいつも使っている三脚を忘れるという失態がなければと思うとちょっと後悔がありますね。今後気をつけない。どちらも生地は外側はサクッとしていて、中はちょっとデニッシュボーイのようなもっちりしっとりとした食感があったんですが、個人的にはさっきのパイ生地もずっとサクッの方が良かったかなと思いましたね。なのでちょっと残念な部分はありますね。そしてなんかクリームも美味しいです、濃厚で美味しいですし、だから抹茶の風味を感じられたのですが、上に乗っているあれ、わざわざ上に乗せる意味があるのかなとちょっと思ってしまいます。どうしてもあれごと一緒に食べようとすると食べづらくなってしまいますし、取ってしまうとわざわざ乗せた意味があるのかなと思います。なので発想としては美味しいですし、味も良かったのですが、ちょっと食べづらさが出てしまったのが残念でしたね。というわけでこれらにした品はどちらもこちらの点数とさせていただきます。もうちょっと改善の余地ありかなと思いましたね。まあ偉そうに評論できる立場ではありませんが、というわけでこちらのドーナツもまた前回同様美味しかったです。このまま調子で第3弾とかあるのかな。そういうお客さんにお配りする。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。